2003年の地球と月及び木星のモザイク写真、マーズグローバルサーベイヤーの火星探査カメラで撮影。氷の雲で紫に変わった火星の空日没時の火星の空のクローズアップ写真、マーズパスファインダーで撮影。火星の天文学では火星の表面において観測される天体及び天文現象について述べる。多くの場合、火星から観測される天文現象は 地球と同じか、よく似ている。しかし、時には、非常に異なる場合がある。例えば、火星の大気は、オゾン層を含んでいないので、火星の表面から紫外線観測をすることができる。火星は25.19度の赤道傾斜角を有し、地球の23.244度の値に、かなり近いため、火星は、地球のように春、夏、秋、冬の四季が生じる。 地球上と同様に南半球と北半球では夏と冬が逆の時期がある。しかし火星の軌道は地球よりもはるかに大きい離心率を持っており、このため地球とは季節の長さが異なり、はるかに長くなっている。この表から夏と冬が北半球と南半球で長さと強度が異なることがわかる。北の冬は暖かくて短く、南の冬は 長く寒い。同じ理由から、北の夏は長く涼しく、南の夏は短く暑い。このため、南半球では、北半球よりも気温の上昇はかなり広範囲に及ぶ。正午の火星の空、マーズパスファインダーによる撮影。日没の火星の空、マーズパスファインダーによる撮影。日没の火星の空、スピリットローバーによる撮影。日没の火星の空、 キュリオシティローバーによる撮影。火星の季節のズレは数日に過ぎない。火星では大量の水がなく干渉効果をもたらす要因がないことが原因である。したがって火星の気温は春はほぼ夏の競争であり、秋はほぼ冬の競争となっていると分点を各季節の始まりとみなす場合。もし火星が円軌道であるならば、 最高気温と最低気温は地球上のように月と当時の約1ヶ月後ではなく数日後に起こるだろう。春の気温と夏の気温の違いは火星の軌道が比較的高い離心率を持っていることによる。火星の北半球の春は北半球の夏よりも太陽から遠く、このため偶然にも春は夏より少し涼しく、秋は夏より少し暖かくなる。 南半球ではその逆となる。春から夏にかけての気温の変動は、一火星日内の非常に急激な気温変化より、はるかに小さい。毎日火星では、その地点の太陽の正午に気温は最高となり、深夜に最低となる。この挙動は地球上の砂漠と似ているが、火星ではずっと顕著である。 地球の地軸の傾きと離心率は固定されているのではなく、太陽系の他の惑星からの重力接動のために何、万、または何十万年もの時間スケールで変化する。このように、例えば地球の約1%の離心率は定期的に変動し、最大6%まで増加する可能性がある。離心率が変化するにつれ、遠い未来の地球では、 季節の長さが変化することによる暦への影響と、主な気候の混乱にも対処しなければならなくなるだろう。離心率はさておき、地球の軸の傾きは21.5度から24.5度まで変化し得る。この傾斜周期の長さは4万千年に及ぶ。この傾斜周期変化と他の同様の変化は、氷河期の原因であると考えられている。地球の周期に対し、 火星の傾斜周期はもっと極端であり、12万4000年の長さで15度から35度まで変化する。最近の研究では、数千万年長で見ると、その揺れは0度から60度にもなることが示唆されている。地球の大きな衛星である月は、地球の軸の傾きを効率的な範囲内に維持するのに重要な役割を果たしていると考えられている。火星には、 地球のように安定化させる因子はなく、軸の傾きはより混沌と変化しうる。火星の昼間の空の通常の色合いは桃色がかった赤色である。ただし、日の入りや日の出では青色である。これは地球の状況の正反対である。しかし、日中の空は高褐色のバタースコッチ色を示すこともある。火星では、レイリー産卵の効果は通常非常に小さい。 空の色はゴミの粒子中に一体積パーセントのマグネタイトが存在することによって引き起こされると考えられている。火星の白明、白母は太陽が沈んでから火が昇るまでの間、大気中にあるゴミのために長時間持続する。時には火星の空は雲の中の非常に小さな氷の粒子による光散乱のために紫色を帯びることもある。 火星表面の正確な本当の色の画像の再現は驚くほど複雑である。公開画像で生成されている空の色には実に様々な種類があるが、これら画像の多くは科学的価値を最大化するためにフィルターを使用しており、本当の色を表示しようとしたものではない。それにもかかわらず、何年もの間火星の空は現在よりも強い桃色と考えられてきた。 火星から見た地球と月火星から見ると地球は金星のように内側の惑星である。地球と月は長眼では星のように見えるが望遠鏡を使って観察するとそれらは三日月として見え細部が確認できる。キュリオシティによって火星表面から初めて観測した地球と月。火星から観測すると地球の周りを回る月を見ることができる。 これは肉眼で容易に見えるだろう。対照的に地球上では肉眼で他の惑星の衛星を見ることができず望遠鏡の発明によって初めて衛星が発見された。2004年3月7日にマーズエクスプロレーションローバーによって撮影された明けの明星としての地球最大の分離核では地球と月は容易に二重惑星として区別できるが約一週間後 それらは単一の交点となり、さらに約一週間後につきは反対側で最大分離角に達する。地球と月の最大分離角は地球と火星との間の相対距離によって大きく異なる。地球が火星に最も近い場合は約17であるが、地球が火星から最も遠い場合は約3.5となる。参考までに、 地球から見た月の見かけの直径は31である。火星からの地球と月、2003年5月8日の13時や特区に、マーズグローバルサーベイヤーによって撮影された。南アメリカが見えている。最小の分離角は1未満で、月は地球の前を通過したり、地球の後ろを通過したりすることがある。前者の場合は、地球から観測した時の月による火星の遠平に、 対応する。ただし、月のアルベドは地球よりかなり小さいので、全体の明るさの低下は起こるが、ラガンではほとんど目立たないだろう。なぜなら、月の大きさが地球よりずっと小さいからで、実際、地球のごく一部しか遠平しない。マーズグローバルサーベイヤーは2003年5月8日13時、アトックに地球と月を撮影した。この時点は、太陽から、 最大理学に非常に近く、火星から 0.930AU の距離にあった。死等級は、マイナス2.5及びプラス0.9であった。時期が異なると、実際の等級は、地球と月の距離と位相に応じ、かなり変化する。ある日から翌日にかけて月を観測をする場合、火星と地球では、月の見え方が大きく変わる。火星から見る月賞は日々あまり変化しないだろう。 それは地球の満ん中けと一致し、地球と月の両方が太陽の周りの軌道を移動するにつれ、徐々に変化するだけである。また、火星から観測すると、月が自転周期と同じ周期で交点することで、地球からは見ることができない月の裏側を確認できるだろう。地球は火星よりも内側の軌道の惑星なので、火星の観測者は太陽を横切る地球を見ることができる。 次は2084年に起こる。また、太陽を横切る彗星や金星も観測できる。ホボスによる日食、メールで撮影。火星の月であるホボスの見かけの大きさは、地球で見られる満月の角直径の約3分の1である。一方、ダイモスはほとんど星のような点に見え、円のような形はほぼ認識できない。ホボスは非常に早く周回し、 西から上り東に沈むが、これは1太陽日に月き2回起こる。一方、ダイモスは東から上り西に沈むが、火星日よりも数時間だけ遅く周回するので、地平線上に約2.5太陽日とどまる。フォボスの満月の最大の明るさは約マイナス9、またはマイナス10であるが、ダイモスの場合約、約マイナス五である。それに対し、地球から見られる満月は、 マイナス12.7でかなり明るい。ホボスは地上に影を落とすくらい十分明るく、ダイモスは地球から見た金星よりも少し明るい。地球の月のようにホボスとダイモスは両方とも満月になる前の段階ではかなり暗い。地球の月とは異なり、ホボスの満ち欠けと角直径は時々刻々と変化し、ダイモスはその満ち欠けを肉眼で見るには小さすぎる。 フォボスとダイモスはどちらも、低形者の赤道軌道を持っており、火星にかなり近い軌道を描いている。その結果、フォボスは、北緯70.4度の北側、または、南緯70.4度の南側の井戸からは見えない。デーモスは、北緯82.7度の北側、または、南緯82.7度の南側の井戸からは見えない。高緯度にいる観測者は、ホボスの距離が遠いため、 その各直径は著しく小さくなる。同様に、ホボスを赤道上から観測すると、それが頭上である時と比較し、それが昇る、沈む時、各直径は非常に小さくなる。スピリットローバーからのホボスとダイモス。NASA、JPL カリフォルニア工科大学の行為による提供。火星から観測すると、ホボスの太陽面通過とダイモスの太陽面通過を、 見ることができる。フォボスの通過は、フォボスによる部分日食とも呼ばれる。フォボスの核直径は、太陽の核直径の半分もあるからである。しかし、デーモスの場合、通過という用語は適切である。なぜなら、それは、太陽の円盤上に、小さな点として現れるからである。フォボスは、定型者の赤道軌道を周回しているので、火星の表面に投影された。 フォボスの影の井戸には季節変動があり、極北からごく南へ動き再び戻ってくる。火星上の任意の固定された地点では、火星における2年間隔で影がその井戸を通過する。影が同一地点を通過するまでの間において、数週間のうちに約6回のフォボスの太陽面通過がその地点で観察される。これはダイモスでも同様であるが、ダイモスの場合は、 その間に太陽面通過の発生は例外1回だけである。春分と秋分に影が赤道を横切る時以外、冬半球において影を見ることは容易である。このように、ホボスとダイモスの太陽面通過は北半球と南半球での火星の秋と冬の間に起こる。赤道近くでは秋分と春分を中心に発生する傾向がある。赤道から離れると、 当時の近くで起こる傾向がある。どちらの場合も、太陽面通過が起こる感覚は、当時の前後でほぼ対照的である。2004年3月7日、メールスピリットによって火星から撮影された、最初の流星火星では、ホボスとダイモスの月食も観測できる。ホボスの場合、火星の影に約1時間は入っており、ダイモスの場合、約2時間である。驚くべきことに、 その軌道が火星の赤道の平面内にほぼあるにもかかわらず、また非常に火星に近い距離にもかかわらず、ホボスが触を逃れる時がある。ホボスとダイモスはどちらも時点と後点が同期している。つまり、火星上からは見えない、裏側がある。ホボスの軌道の傾きと変身度は低いにもかかわらず、地球の月の場合と同様にホボスにも測り道の現象が起こる。 高低移動での観測及びホボスの日没での観測をすることによって近距離の視差と測り道のために火星表面上のある場所または別の場所からある時期に見えるホボスはその全表面の50%より多くの部分を観測できる。ホボス最大のスティックニークレーターは一方の端に沿って見える。そのクレーターは火星の表面から肉眼で簡単に観測できる。 2014年10月19日に火星金棒を通過したサイリングスプリング彗星の軌道火星は地球のように光の波長で比較的透明な大気を持っているので時に流星が見られる地球上の流星群は地球が彗星の軌道と交差するときに発生する同様に火星にも流星群があるが地球上のものとは異なる ハップルによって観測されたサイディングスプリング彗星2014年3月11日火星で撮影された最初の流星は現在その母天体が 114P ワイズマンスキフ彗星の流星群の一部であったと考えられている放射がケフェウス座にあったのでこの流星群は火星ケフェイドと名付けられるかもしれない地球のように 流星が表面と衝突するのに十分な大きさになると、それは隕石になる。火星で発見された最初の隕石はヒートシールドロックと呼ばれている。最初と2番目の隕石はアポロ計画によって月で発見された。2014年10月19日にサイリングスプリング水星は火星のすぐ近くを通過したのでコマが惑星を追っていた可能性がある。 サイリングスプリング彗星の火星フライバイ。2014年10月19日。POV。ユニバース POV。コメット POV。マーズ火星に接近するサイリングスプリング彗星。ハップル宇宙望遠鏡の合成画像。2014年10月19日。火星ではオーロラが発生するが、火星には水平磁場がないため、地球のように極では発生しない。むしろ、それらは、 火星近く内の磁気以上の近くで発生する。それは火星が初期に磁場を持っていた名残である。火星のオーロラは太陽系の他のどこにも見られない独特の種類である。それは大部分が紫外線現象であり、おそらく人間の目には見えない。火星の天の北極火星の天の南極火星の自転軸の方向はその天の北極である。 白鳥座付近の設計 21H10m42S、AH、赤井プラス5 2度5 3 0である。近くには6等星の BD522880 がある。その座標は、設計 21H10m15.6S、AH、赤井プラス5 3度3 3 4 8である。白鳥座の髪型の2つの星、白鳥座ガンマ星とデネブを結んだ線は、 火星の天の北極を指している。天の北極は、デネブとケフェウスザアルファ星の中間点で、デネブから10度以内であり、白鳥ザガンマ星とデネブの見かけ上の距離より少し長い。天の北極との距離が近いため、デネブは火星の北半球のほぼ全域に入ることはない。赤道近くの地域を除いて、デネブは高級的に北極を一周する。 白鳥座ガンマ星とデネブを結んだ方位線は構成時を掲示するのに役立つだろう。火星の天の北極は銀河面からわずか数度離れている。このため特に白鳥座付近の天の川は常に北半球から見える。天の南極は座標 QH10 メートル 42S-52 度53.0に対応する。この点は 2.5等星のホザカッパ星から数度しか離れていない。したがって、それは南極の星とみなすことができる。前天で2番目に明るい星のカノープスは南半球のほとんどの緯度での終極星である。火星の王道十二宮星座は地球とほとんど同じである。結局のところ、2つの王道面は1.85度の相互傾斜を持っているだけである。しかし、火星では、 太陽は、鯨座で6日間費やし、離れていき、再び、魚座に入る、このように王道体で、合計14の星座を作る。春分と、下至、当時の星座は、地球と異なっている。すなわち火星の北半球では、春分は蛇使い座、下至は水亀座と魚座の境界、秋分は、大牛座、そして当時は乙女座である。地球上と同様に、採差運動によって、 何千年も何万年にもわたり、イタリ天と文天が王道帯の星座を循環することになる。大きな赤道傾斜角によって引き起こされた約40万年、前の氷河期における火星のイラスト地球と同様に、採差運動の影響で北と南の天体は、非常に大きな円を描くように移動する。地球の採差周期は2万6千年であるが、火星では17万5千地球年である。 地球上と同様に、採差運動には二つ目の形態がある。火星の軌道上の近日点がゆっくりと変化し、近天年が高青年と異なる原因となる。しかし、火星では、この周期は地球上の11万2000年ではなく、8万3600年である。地球と火星の両方で、これら二つの採差運動は反対方向であり、このため、 海気年と近天年の間の最差周期は、地球では2万1000年、火星では5万6600年となる。地球上と同様に、火星の時点周期は減速している。しかし、ホボスの重力影響はごくわずかであり、主に太陽によるものであるため、この影響は地球よりも3桁小さい。地球では月の重力影響は非常に大きい。最終的に遠い将来、 地球のツイタの長さは火星と等しくなり、それから火星上のツイタの長さを超えるだろう。地球と同様に火星はその赤道傾斜角と軌道の離心率を長期間にわたって変化させるミランコビッチサイクルを示す。地球の月のような大きい衛星による安定化の影響がないので火星の軸の傾きの変化は地球よりはるかに大きい。火星は 地球の4万千年に対し12万4千年の自転軸の傾斜角サイクルを持っている。ありがとうございます。